イエ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 イ。いやー、ほんと先週はなんか何も告知をせずにサボってしまってすいませんでした。看板2人がね、あれサボってたわけじゃなくてね、あれはちょっとね、旅行に行っててやべ月曜日じゃんと。俺なんで休みやったっけな。あ、俺普通に単なる休みやなかったよ。たまたまじゃない。俺なんでやろ、わかんない、忘れた。いなかった。そんな感じでめっちゃ座れないですか今日。腰良くない？昨日全然見てないです。僕の顔モザイク入ってるんですけど。この前やめてや。モザイク入れんの。てかコメントしてよ、誰も来てない。今日はこの3人でお送りするんでよろしくお願いします。せーの、ジャックリーシャレイ。よいしょ。今日こんな感じです。嬉しいな。なんか先週出てないからなんか久しぶりにこだわって感じしないですか。いやそうだよね。それでなんか名前呼ばれてるのが嬉しい。え、先週のニコラは俺見てないんだけど、なんかノアが出てた限りだとちょっとグダグダだったっていう。そうなんですよ、本当に、うん、みんな帰っちゃうし、最初多分それなんかもう久しぶりにバッて出て、それでもバーって上がられたら僕とユースさんの顔ないですからね。それはでもあでも US さんたつきのコメントめっちゃ多かったんですからね。あ、本当に？はい、いないんだみたいな。俺もう俺帰ろうかなと思って。長くやってた甲斐あるよな。そうですね。これね、ブログ更新できなくて三輪車でするんでね、これからもしっかりと。US さんの LINE 消えちゃったっつうし。ね、その服どこですかって。誰の話？絶対 US さんでしょ。俺す日曜日のバカ。これどこの？これ島村。ユニクロ。ユニクロ。ユニクロ。島村。ユニさん。島村か。島の上に馬を売る。お前ビール飲むの？じゃあちょっと みんなも一緒に乾杯しましょう。コーラ飲みましょうかね。俺今日コーラ飲みすぎて死ぬ。なんかお茶飲みたい。ウーロン茶にしようかな。でさ、聞いてくれる？俺のちょっと悩み。悩みでもないんだけどさ、最近ちょっとあのヘルプにさ、スってさ、なんかちょっとなんか挨拶に行くとするじゃん。なんか気遣ってくれて、なんか飲みますかみたいな言ってくれると、で、だいこれコーラ頼むんだけど、はい、そうですね、ちょっと行ったところコーラ頼むじゃん。で1本飲み放題になるんですもんね。1本飲み放題と誰も飲んでくれない。誰も飲まないで、なんならクリア。このコーラはユースさんのだみたいなので飲まない子とかも絶対いますから。俺あのコーラ多分みんなで言うテキーラみたいな存在だったんだけど、まあ、そう、また戻ってくるのかなっていう。最終的に、いや、すごい嬉しいんだけど、いっぱいありすぎると苦しい。コーラ一気とか今日して死にそうになったからね。にしても、3杯ぐらいお茶とかあるじゃないですか、うん、お茶とか頼んでもピッチャーで出てくるんで。そう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 だからちょろっと飲むのどうすりゃいいんだろうと思って、なんかこんぐらいのさ、なんか缶とか欲しいよ。欲しいですね。めっちゃちっちゃい缶ですよね。確かに、高橋それも高橋。歯で、歯で。イエス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 。あ、ないの、あれないっすか。原子の、結構の原子の服泳げないよ別に。ねえ、なんでないの。かわいいだろこれ。サーモグラフィー。俺3億サーモグラフィー体透けとんねん。体温低い人。しかもその後 3億円、3億円体温低い人、その後3億円。ユースさんのブログの T シャツって、あれだよ、あのその切ったってやつ。そう、あれアメブラで買ったんだよ。あだ、しかもアメブラにいっぱい売ってるよあれ、ね、ユースさんどうします？ウーロン茶にします？え、なんで俺ウーロン茶嫌い。嫌いっすか。ほんなコーラでいいっすか。うん、またコーラか。今日月入れます？いらんぜ。分かってる答えを聞くっていう。大丈夫。ガス割れらしいっすね今日やっぱり。ノアちゃん何っすか。ノアちゃんコーラだ。ノアちゃんコーラ。ねえねえ、ちょっと髪型変えてみたんだけど分かる？前髪、前髪、そこがこうなってこうなってるから見たってしっかり。ここがこうなってこうなってるから。あんま変わんないね。で、伸びてきたの最近。伸びた。このまま伸び伸びた。このまま伸び伸びたするか切るか悩んでる。いや、切っちゃう、切っちゃおう。切っちゃうか。いつも切ったら坊主というか、坊主。いや、でも多分ハサミ坊主しよう、ハサミ坊主。あれを買っちゃう、ユースさん最後。あれか。ユースさん、ほら、なんかみんな、ノアさん先週フォロー頑張ってた。俺めっちゃ頑張ってましたからね。あー、なんでいないのっていう。いや、もうなんか、あ、なんか、そこ、ユースさんとタツキのコメントも多かったのもそうですし、もうなんかみんながもう、やばすぎて、俺めっちゃ喋んなきゃみたいな。乾杯しましょう。あ、じゃあもう昨日、先週はめっちゃ頑張って喋ってたと思う。いや、最後取り残されましたもん、だって。
なんか帰ったんですよ、最初代表と大吾くんとかもう、え、なんか途中で帰るとかアンケートとかですか。そう、アンケート取って、なんか代表があ、じゃあいてほしいやつだけ残ろうよってなって、あー、そういう感じですか。乾杯、イエーイ、乾杯、ただいま、ニコラもただいま。髪伸ばして、ゆるぱして、なあ、ゆるぱって、あ、パーマってこと。俺髪の毛も今伸ばしてるからな、俺めっちゃ伸びてるよ超伸びてる。伸びてないじゃん伸びてますよ。変わらず、変わらずだよね。顔見えない、ちょ、もうちょっと顔出した方がいいと思うよ、俺。顔見えなすぎじゃない、なんかもう目わかんねえじゃん、鬼太郎だよ、それあー、いいね、これでいいかな。直樹さんと同じ髪型してって、直樹さんって今どの感じなの。めっちゃ長くない。めっちゃ長いよ、お前。俺多分それ70年かかるよ。どんだけ伸びるの遅いねん、お前。だいぶ長い。 いいよね、直樹さんみたいな髪質だったら俺も多分確かに伸ばすけど、髪質綺麗し、しかも似合う。ゆうさんもでも似合う顔してる。絶対似合うと思う、絶対。いやいや、ちっちゃいから似合う。でもゆうさんはもう長くしなくていいっす。短くていい。全然短くていいし、短くていい、長いの、長いの、長いの、飽きた、ゆうさんの、ゆうさんと直樹さん兄弟、確かに。あのなんか撮影スタジオのなんかポスターにもゆうさんと直樹さん並んでたじゃないですか。え、なかったっけ。あのケンジさんとかの多分スタジオのポスター、あれもピカチュウとライチュウかですね。嬉しい、それは。ピカチュウとライチュウ、もう似てますもん。直樹は今日来ないんですよね。服のメーカー入れてちょ、服のメーカーと、あ、ブログにか入れて、あ、入れてない、どこの服みたいな感じですよね。たまに入ってますよね、でもゆうさん、うん、でもね、俺がね、ほんとね、この服を探すのにすごく時間かかってるわけ、いろんなとこバーッ回って、それでやっと手に入れたみたいな服をパッて言うと、ちょっとなんか、あー、確かに、簡単に手に入れられたら、簡単に手に入れられたらちょっとやばい。え、でも大丈夫っす、値段が高いんで簡単に手に入れないんで言っても大丈夫っす。違う、全然高くないんだって。これの今日のつけてる右腕のやつ多分200円じゃん、左腕のやつ1本1000円なの。これはなんかお土産でもらったんだけど、なんかあのなんかバリかなんかで、な、200円ぐらいで買ってきてくれたらしいのかな。別にバリって言ってもいいじゃないですか。なんでそれ買うためにみんなバリ行くんですか。そうかそうか、バリ代も行ったんですすげえ。そうで、このサーモグラフィーは3億、3億え、でもそれ10万近くするんでしょ。でも10万はしないけど、でも6万ぐらいしたかな。高えな、高えな、パジャマに高え。いや、これめっちゃ可愛いの、パジャマに6万、高いな。ほら見て。いや、もうゆうさんが来たら、もう私服でも全然綺麗ですけど。さっき服変だよって書いてあったけど、可愛いだろ。なんかこれあのピザポテトの生地に似てる。あー、キザ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 、伝わりづらいよね、これ。あのなんかすごい涼しい生地なんで。ほんで、ノアさんは日曜日のパパ。そう、もう突っ込んでくれたからね、日曜日のパパね。突っ込んだけど、この方テキーラ12杯あげる。え、テキーラ飲まんの今日。今日ですか。今日は営業中にちょっと飲んだんで。テキーラもういいわ俺。NASA の人なの。NASA ってなんですか。NASA あれ宇宙の宇宙飛行士みたいな感じじゃない。それを NASA って言うんですか。知らないの NASA。きついわ。スペースシャトルとかが飛ぶところ合ってる。合ってるよね。そうだよね。サムソース。そうだよね。グループ名みたいな感じ。全然初めて聞いたんですけど。嘘。これなんどこのだっけな。こんな書いてある。いいんですか教えて。これ全然いいよ。これね、あ、なんだっけ、一星一星三宅じゃなかったっけな、これ違う。あ、で、なんか ありましたよ、コメントで。あ、一星、なんて一星三宅みたいだね、みたいな。そ、確かそんな感じだったと思う。え、なんかありました、なんかありましたね。ありました。あるよね。ある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 。知ってるこれ、一星三宅と、なんかのコラボみたいな感じで、俺これを買いに行ったわけじゃなくて。逆に何みんなそんな知ってんの。フラッツ、おしゃれだね。やばい、あれもでもなんか、これなんて言うんですか、シャレオツだね。いや、あのね、ブログにコメントしてくれてる人とかでも、なんか、なんだっけな、モードさんとかいう人とかも、なんか、よくなんか、アドバイスじゃないけど、こんな服とか似合うと思いますよみたいなことくれんの。はいはいはい。それで俺結構、俺が知らないブランドから調べるんだけど、確かにかっこいいから、すごいおしゃれな人がコメントしてくれて嬉しいんで、いつも出す。ほんと嬉しいんだよ、そうです。まあ、おしゃれはおしゃれは見たがるって言うもんね。いるんすね。ナイスコメント、もっとしてコメント。タスクおしゃれ好きだもんな。はい、俺んとこにもコメントして。更新してないけど。ブログ更新してないね、タスク。最近してないですね。タスク LINE 返すやと、俺 LINE 聞きない。ちなみに俺の携帯はこれを使っております。ウィルコン。タスクだって LINE の ID 出てるから来るんじゃないの。あ、いっぱい来てるわ LINE。 え、来た、いっぱい来てます。タスキ君って、寒い寒い。今 LINE いっぱい来ました。
何件何件何十件7876件めっちゃ来た、うん、それ返せって言われるわ。返しました今ので。どれぐらい全部。夏希のブログの写真かわいいって、あのトップ画像のやつってこと見てんのちゃんと。帽子似合うやろ俺。頭の形が多分綺麗な俺。宇宙人みたいな頭してる。頭なんかさ、シュッと細長い人なんかいいなと思う。頭っすか。俺なんか帽子のサイズ、俺頭でかくて L じゃないと入んないんだよね。僕帽子、頭めっちゃ小さいんですよね。僕顔でかいの頭小さいんですよ。なんなら俺帽子かぶんないからな。おい誰や、俺のことブロックしようとしてるやつは今日来たやつやろ。知ってんねんぞ俺は。大体そんなやつしかおれへん。いや、一回ぐらいされたんだね。じゃあね、俺多分しましされましたブロック。え、ブロックって一回するとさ、なんか大変なんでしょ。大変なんですよ。あ、そう、それでなんか、しかも今 LINE でも消せるようになったじゃないですか、友達から。それをやっちゃったらめんどくさいです。めんどくさい、めんどくさい。残ってたらただブロック返してください。めんどくさい、マックスめんどくさい。マックスぐらい。俺のジャージのメーカードレスキャンプだよ。あれドレスキャンプのジャージを買いに行った時にこれに出会ったの。あのね、ドレスキャンプ何のジャージですか。渋谷のパルコかな、パルコの6階とかによく行くんだけど、なんだっけ、 LHP が入ってて、行くことあるでしょ。あります、あります。パルコの1階にドレスキャンプが入ってて。あ、入ってますね。そうそうそう、そこでなんかニコちゃんマークみたいなの今なんか SS であって、ニコちゃんマーク鼻血出てんの。何に興奮しやろな。幸せすぎて鼻血出ましたっていうのが。あ、そういうことか。あ、そうなんだ。なんかあれじゃん、あのやらしい女の子がおって、もうこんな女見れんのはもう幸せすぎるなっていうくらいから鼻血が出たみたいな。そういうことかもしれない。そういう想像力もいっぱいある。そういうことかもしれない。欲しい欲しい、それそれめっちゃ欲しい。ニコちゃんと一緒に鼻血出したい。え、超かわいい。そう、旅行、それがドレスキャンプってことですか。そうそうそう、かわいいの。ね、いいなぁ、服いっぱい買いたいな、ね、服だけ買えればあとも金あんまいらんよね。そうですね、確かにそう。女の子と遊ぼうお金と、あとは服だけ買えたら何でもいいかな。そうだね、うん、でも普通に考えたらそうじゃないですか、うん、女の子と遊ぶお金やっぱ必要だよね。はい、どっか連れてあげるとして。だそうですよね、大事なお客様とかね。どうすんの、じゃあなんか本当に好きなのが出てきてデートしに行くと、じゃあデートプランとかあるの。デートプランですか。うわ、それね。いやいや、ノアのデートプラン聞きたいな。聞きたい、日曜日のパパよ。日曜日のキャッチボール、キャッチボール、フリスビー、フリスビー。フリスビー、バドミントン。リアル話でいいんですか、普通のですよね。多分映画見に行きますよ、とりあえず。定番ね。だからその時になんか見たい映画とかあればですけど。何見るんですか。あのね、アナと雪。アナはもう24回ぐらい見たんですけど。そんな見たんですか。見た。マジですか。なんで24回見たんすか。24回ぐらい同じ人と24回見た。なんでそれもセリフ喋れるでしょ、全部。それも確かに頭から。じゃあ、入りっから分かる。入りっ歌う人、ちゃんと歌う、そうそうそう。なんか立って歌う人俺やる。歌う人でしょ、絶対24回も言っとったら。もうそこも、そうなんだよね、本当は。本当は真剣に真っ先に立ち上がって歌うんだ。ありなーって。いや、いいよーって。いや、映画とか結構行きますね。映画行って、でも俺全然普通ですかね。映画行って居酒屋行ってとかじゃないですか。居酒屋で俺絶対行かんわ、俺彼女と。いや確かに俺彼女設定でしょ、それだって。彼女設定なんですよ、クドク設定。あ、そういう設定ですか。いや俺本当におしゃれなとことか俺知らないんで、でも本当になんかその一般の子たちが行くようなとこで俺全然行きます。いやでもなんかもう長いこと本当に普通になんかデートみたいなのしてないよね。確かに確かに。デートするからどうしないの分かんないね。もしじゃあ、もし行くとしたらどういう系のプランがいいとかないですか。どういう系のプランで行こう、行きたいみたいな。結構そんなにプラン考えて行かない人かも。冬ですか、夏ですか。春ですか。うわ難しい。昨年の議論したね、弁当。それはいい。いやでも春、本当は朝10時とかに代々木公園とか行ってなんかお弁当作ってきてもらってみたいなのやりたい。桜見ながら2人きりで音楽ガンガン。再建2人で朝から再建ガンガン。超迷惑だね。買い物とかは付き合います。なんかコメントに今付き合うみたいな。あ、買い物、女の子と行くの女の子に気使っちゃう。俺めっちゃ長いからかわいそうだからね、嫌なんで。いや言っても女の子も長いですからね。女の子の買い物付き合うのもあんま好きじゃないし、自己中。いや俺女の子の買い物付き合う好き。なんか自分が好きな服を選んでくれるから、やっぱりその時。ああ、だから好きな女の子で行くの。
そうだね、おしゃれな女の子と行ってみたいんで、も買い物とかね。そうでも僕ね、あんまりおしゃれすぎる女の子好きじゃないですよね。逆になんかちょっと外れてるぐらいが好きなんですよね。可愛く見えるじゃないですか。お前これにこれかって、その流れが可愛いですよ。それめっちゃあるよ。ちょっとじゃれる感じがね。そうですそうです。お前これにこれはないやろっつって、可愛いと思ったのにみたいな、可愛くないわっていう流れが欲しい俺には。俺だって一緒に行くの嫌だって言われてんもん。どこにですか？コメントですか？有志の持ってるの頑張りするちょって、もう結構何回も来てるけど、本当にしてください。ぜひ同じお揃いの人見つけたら話しかけるもん。あの人だよねって言った男の子なんかな。いやそれはそうでしょ、女の子は来ないでしょさすがに。さすがに。これでもこれを女の子が来とったら俺ただおしゃれと思う。ただの不良やねん。不良チンピラ。これ黄色もあった。黄色も、黄色のなんかもっと柄違い。蜂止まるわ。春にそんな気持ち蜂止まるよ。でもよく言われる、あの他のヘルプとかについて、なんか一緒になんか歩きたくないって言われることもあるし、さっきもあったけど、そういうのある。ああ、言われるんすか。まあでもユウさんも一緒に歩きたくないと思ってるけどね。嘘嘘嘘嘘。こちらがサイドとして。やめろやめろよ。全然、いやそれはね、言ってもどっかに遊びに行く同伴アフターしますってなったら、本当にこんな服着てこないけど、アフターはしょうがないよね。もうこの格好で行きます。でも別にそれで出勤しちゃいますもんね。新宿やってよくない、ユースターみたいな派手な格好で。いいじゃん、分かるやん。だって別に、ね、そうだよ。あと頭おかしいなと思われても、それはなんかちょっとなんか電車乗って遠出とかするってなって、これならちょっとね。そうだね、それはそう。恥ずかしい。いやそれでも俺は行けるんだけどね。俺は全然だけど、その一緒に行く人がちょっと嫌かもしれないね。そう、女の子新宿なら全然 OK だもん、ほんまに。逆になんか一緒にこんな格好で歩いてるとなんか目立ってあるじゃないですか、その女の子嬉しい。ユースさんね、じゃあ特に最近気をつけてるのが、ニコ生の時はちょっと派手な格好してこようと思って頑張ってるんですよ、これでも。いや僕もユウさんが今日この格好で来た瞬間、ああニコ生向きやなと思って。でしょ。俺毎週月曜日はちょっと派手な格好しようって自分の中でちょっと最近決めてて、はいはいはい、だからあなんか月曜日これ買ったの結構前なんだけど、はい、あこれは次のあの時のニコ生のために取っとこうみたいなんで着てこなかったりするの。すげえ、そういうのもちゃんと考えるんですね。ニコ生のために結構考えた。他の日はでもニコ生ってあれですよね、そちょっと困りますよね、でもそういうとこで。あそういうところでちょっと困る。同じ服を着られへん。あ、そうそうそう、着たしなみたいな。だからニコ生の日の服決めるときって結構考える。確かに確かに。むしろ最近は毎日考える、ブログ書いてるから。あ確かに、あそうだ。もうだって1ヶ月経たない。あもう1ヶ月経ってますけど、腕経ってます。いやもう63とかで2ヶ月以上経ってるってことか。いやすごいな。ニコ生の日はちょっと困る。俺も一緒の服着たことないもん、ニコ生で。気使うよね。使います。だから組み合わせを変えたりとかして割れへんようにする。先週のポールスミス買いに行きました。あのピンク買いに行った。どうしたポールスミス。ポールスミスさんだ。あのマピンクなんじゃない。あれまだ売ってんのかな。俺行った時もうなんかラスト1点だったんだよ、あの上の。嘘ついたか。嘘ついた。あのサイズがでもあるんじゃない。スーツみたいなやつよね。ピンクスーツとかのマピンクのやつ。マピンクですよね。そうそうそう。買いに行きも、お女の子クロムで何買ったのって来てますよ。大阪のクロム、ブログ見てるってことやね。ああクロム何も買ってないよ。だって大阪だから。でもクロム高くて買えない。こんな金も全部しても高いだって。誰がこんなクロム買うんや。クロムはマジで高いと思う。誰が買うのと思う。こんな金持ってる人がクロム高いらしいよ。誰が買うんや。誰が買うんやほんと。総理くらい。でもたまにないなんか、ほんと誰が買うのみたいな値段のもの。ありますあります。あるよね。ありますね。すごいよねあれ。確かにほんまにクロムハーツは高いよなほんまに。香水何使ってんすか。いや、お前何使ってんの。俺あんま知らないんだけど。僕普通にあれしよ。ああ甘いやつね。はい、僕普通にライノハートしてる。この子じゃああれだね、タツキ知ってる子だ。このコメントくれた子はね、俺の匂いクンクン嗅いでる人やな。ほんならそんなクンクン嗅いでる人あんまり会ったことないんだけどな。俺の匂い、俺のブログで香水何って聞いてくれたんだけど、内緒って言っちゃった。あでも一つあれですよね、黒と混ぜてるんですよね。混ぜてるんだけど、それを言っちゃうとなんか俺に会った時だけその匂い嗅いでほしいなと思って。だから内緒です。んよっ、会った時にだけね。色っぽいね、それは。言うことが色っぽい。でもなんかさ、香水ってそうじゃない。結構なんか匂い被ったらさ、もう満足。あ、被りたくはないですよね。女の子でもこの香水の匂いすげえ好きだったなみたいなのあるから。いやでも僕ね、女の子 あのクロエの匂いがめっちゃ好きだったんですよ普通に。でも男がつける人増えたじゃないですか、うん、だからもうだるい。だるい。だるい普通に。じゃあ俺と会ってる時いつもだるいと思ってた。いや、出た、匂い混ぜてたみたいな。匂い混ぜてる。混ぜてる、まあそうだね。でもだからクロエの匂いしないですよ、ユウさんの場合は。あ、本当にしないですよ。なんかもろクロエっておるじゃないですか。あ、そうだね。
それに男で匂ったらちょっとだるい。通りすがりに男がなんか黒いとか言ったらちょっとだるい。睨むもん俺。3秒睨むもん。お前黒いつけんなよ。何でお前黒い。3秒睨むもん。で向こうが睨み返してきたら逃げる。逃げるの。それは危ない。危ない証拠。でも女の子の黒い匂いはほんまに好き俺。ゆうさの写真万枚もそんな載せたかな。嬉しいけどね。あ、保存してるってこと？隠し撮り？うわ、じゃあこんなカメラ持ってんのか。こんなカメラ持ってんのか。でもアメブロとか保存できないですもんね。あのだからスクリーンショットしか。だからこの前アメブロって保存できない。できないできない。スクリーンショットしかできる。ゆうさんが一緒に自分撮ってくれた写真載っけてくれてたじゃないですかブログで。うん、あれ俺保存しようと思ったんですけどできなかったっすね。いやエッチ。そうなんだ。だからユーザーに送ってって送ったらいいのに、そっから書くね。恥ずかしいユーザーに書いてくださいくださいって恥ずかしい恥ずかしい。なんか撮ったっけお前な。いやノスカで撮りましたノスカで。あーノスカです。はい。あいい写真だな。そうですね。あれ、送ってくださいって言って恥ずかしい。でも大体ユーザーに言ってもなんか多分忘れた頃にやってくるんですよ。でも送ってたよっつって。今日の昼間とか27度とかありましたね。え、うん、そうでしょ。今日寒くなかった。あ、昨日か。昨日27で休みの日27でやったんですけど、もう日焼けしちゃってやばいよ。なんで黒いって書いてあったの。いや書いてないですけど、いきなり見切り発車っす。いやなんかバーベキューしたいな。頭の中で今俺バーベキューバーベキューばっかり。あ、でも黒いかもしれない。めっちゃ黒いですね。ちょっとだけバーベキューしたいわ。バーベキューでもさ、たつきがさ休みの日のさ時って雨の率高いよね。高いですよ。それ自分でも気づいとったんですよ。ね、雨の率高いんですよ。俺もなんかさ、たつき休みの日雨多いなって泣いてるんじゃないですか、店が。僕はいないから。いないからね。でもたまに休みの日の雨だとすげえ出かけた。俺休みの日いつも出かけたいんだけど、雨だとなんか仕方なく家にいるって思えるけど、でもゆっくりできるからちょっといいなと思う時あるんで。わかる。はい、わかります。でも言ってもあれですもんね、俺もそんな休みの日とか毎回出かけたいって思わないタイプなんで。いや俺ゆうさんと助けたかった。あ、こうアクティブじゃん。あ、そうだね。お前家にいたいって言ってたもんね。そうですね。だから別に関係なくない雨だもん。そうなんですよ。本当にそれなんですよ。じゃあ朝10時とかにまだ起きててめっちゃ晴れてるとなんか今日無駄したって気分になるのよね。あー、この天気のいいのに外にいない俺もったいないみたいな気分になるの。俺だけかな。出かけなきゃみたいな感じになる。そう、なんかもったいない感じになる。なんかこんな天気いいのにって。太陽も自分のこと呼ぶことあるからね、やっぱり。あるよね。たまに呼んでる。よく呼ばれる。その時よく日差しに当たりに行くな。日差しになんで俺馬刺し大好物になってんの。俺確かに俺確かに好きやけど、俺よう知ってんなと思って。めっちゃ好きやけど、なんで知ってんの俺が馬刺し好き。いや馬刺しは美味しいよね。馬刺しは誰でも基本的に好きやね。うまいうまい。スルトンタンの馬刺しとか大好き。あ、好きっすね、ゆうさん。しかも下の方っすよね。めっちゃ美味しい。今から行きましょうよ。行きましょう。ちょっと放置しといて。終わってるわ。ちょっと放置したら30分以内に帰ってこれね。あれ、あのムービー撮って流してもらいました。たつきは色白と黒、白と黒どっちが好きですか。俺白かな。俺黒あんまり好きじゃない。え、色自体ってこと。色じゃないですか。あ、俺も白かな。俺白やな。俺半々がいいな。ゆうさん白黒コーデめっちゃ好きっすもんね。好きな白黒ね。白黒好きなんで。でもあれすごい、シマウマ好きってことね、ほんだら。俺なんか誰かに言うの、紫の色のイメージがないって。確かに俺は紫あんま好きじゃない。あー確かに着ないっすね。うん、紫ゆうさんないっすね。お店でもよくこのままですよ僕。ね、ちょっと今日寝巻きみたいかもしれないけど、ね、そんなことない。いや、そんなことない。まあ寝巻きっぽいですよね。でもおしゃれな寝巻き。でもゆうさん着てるからこそみたいなとこありますよ。まあノアさんもなんかどっちかというとそれ寝巻きっぽいですよ。でもノアさんが着てるから寝巻き。ノアギ。ゆうさん、タッシー待ってる動画あるちょ。なんだ。隠してみて。あ、きついわ、きついわとか。これなんか見たことあるもん。ゆうさんがタクシー待ってる動画。え、なんかどうせやね、ヤフーかなんかに。え、なんか見たことある。マネージャーと撮ってるやつじゃん。あ、そうだからあれちょ、あのピンクの服着てた時のやつ。あ、え、その動画があるんですか。動画。確かゆうさんスティッチみたい。確かにぽい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 。確かにぽいわ。スティッチみたい。いいじゃん、かわいい。何の動画。動画やっぱり。何それ、タクシーの待ってる。見たことあるけど俺も。じゃあそれはムービーで撮ってくれてたってことじゃないですか、ミュージシャンファンが。
あ、そうなの。それはそれでちょっと怖いけど動画持ち帰りますって俺どのシーンで待ってたんだ、タクシーじゃあ俺今度全身ピンクで来るか。そうしよう。あの、もじもじくん全身もじもじくんピンクで来る。ピンクは確かにタスキあんま着てないかも。ピンク着ないですね。似合いそうじゃん。似合いそう似合いそう。いや俺僕ほんまに思うんですけど、ニコ生あるじゃないですか。あのニコ生で店来てくれる人じゃないですか、ユースさんのことが好きすぎてなんかちょっとムカつくときあるって。なんかみんなイエスキューって感じよ。もういいじゃん。なんか俺の場合、ああタツキだーみたいな感じでユースキューって感じで、俺タツキだーって感じやん。あ、タツキくんが欲しいってこと。え、たまには欲しいなって。なんかいつもなんか、ああタツキくんだーみたいな感じでユースキューって感じ。メガハートてか、なんかみんなそうだよね。俺の場合はなんかちょっとキラーンって感じで、ユースさんの場合メハートなんかテンション上がりましたね。俺と会えてテンション上がりましたって感じで、ユースさんの場合はもう惚れてる。でもね、そうだよね。いやめっちゃ嬉しいけどな。あのでもそういう反応されすぎるとちょっとどうしていいか悩む。ユースさんでも悩む時あるんですか。ああ、あるよ。反応に困る時とかあります、なんかこう言われて。えどうしようみたいな。いや、ほんとなんかもうほんとふざけんねえと思うかもしんないけど、キャー見れないみたいな子たまにいるんだけど、うん、なんかめっちゃ嬉しいんだけど、そういう時なんかやっぱなんかちょっとなんかめっちゃかっこよくいなきゃいけないのかなって思うから。キャー見れない結構多いわ。キャー見れないよ、結構多い。 あるね。いや、わかるわ、それは。すげえわかるわ。めっちゃあるある。キャー見れないの対応ちょっと大変だけど嬉しい。なんかちょ、これ一つ言っていいですか。ユースさんいます、ホンデさんニコラ見ました、あ、キャー見れないって子たまに初回とかでもおるじゃないですか、うん、ほんで指名になります、ユースさんがうわ見れないって、ヘルプしか見れないって僕と喋ってるじゃないですか、うん、ほんで喋ってるうちにお前そろそろどっか行けやっていう雰囲気出すんだよ二人きりにしろやみたいな。あれすげえわかる。お前がおるとしゃべりたいやろ。すげえわかる、すげえわかる。わかります、わかる、わかる。お前がおるとしゃべりたいってやろみたいな。いや、もう普通にある、普通にある。ありますよね。そうだぞ、ムカつく。リアルだね、確かに。めっちゃムカつく。その時抜けるタイミングすげえ迷うもんねいつ抜けようみたいなめっちゃあの時焦る。すげえやるわそれ。タスキエレキテル連合やってよ。え、なんすかそれ。え、ダメよ、ダメダメなやつ。そうです。あ、それそうなんだ、やっぱり俺今知らなかったけどそれかなと思って。あれエレキテル連合っていうんだ。ねえねえってやつ。ねえねえ、俺それ見たことないんだよね。俺らこの人たちを初めて見たのガキツカでしたから。ねえねえ、のまちゃん、コーラ飲まないでビール飲んだらいいんじゃないの。ダメよ、ダメダメ。ねえ、いいの。ダメよ、ダメダメ。いいんじゃないのっていうやつですね。俺これめっちゃ好きやね、俺ビボーに。いや、それ見たいよ、俺まだデビューしてない。カタログナンバーなんだろう。ビボーにあけみちゃんが壊れましたあれ最後に言うんだよね、あれね。あ、そうなんだ。最初俺見せたらずっと、あ、こいつ彼女役なのかなみたいな思ってましたもん。あれめっちゃ面白いですよ、ね、最後まで見たら、あ、こういうことでみたいな。あれめっちゃ面白い、ほんまに。俺もうビボーにあけみちゃんとスッチー&吉田だけ俺ほんまにおすすめ。何スッチー&吉田。スッチー吉田知らないですか。わかんないわかんないわかんない。やってよちょっと。いや、できないです、一人じゃん。一人じゃできひんし、もう絶対どんだけ見ても完コピすることできないです、その人がすごすぎて。あ、すごいんだ。すごいし、面白いし、もうダブルパンチ、佐藤え、普通にバラエティとか普通に出てる。あ、出てないですね、もう吉本芸人で、あの吉本で作ったネタなんですけど、そのネタしか多分持ってないですよね。あ、そうなんですけど、すごくねえじゃん、それ。いや、もうそのネタがもうすごすぎて、YouTube の、あの、ね、ちっちゃい。なんてやつ、なんてやつ、見たいことない。スッチー&吉田。スッチー&吉田。え、めっちゃ面白いですよ。え、ピンじゃないんだ。ピンじゃないです、コンビなんです。もう腹抱えて笑いますよ。見たい。もう腹抱えて笑うし、そいつのもう喋り方がうまいし、ボケ方がめっちゃうますぎて腹抱えて。あ、そうなんだ。いや、マジでおもろいです。見てみて一回。コアなとこ攻めるね。そうなんだ。いや、もうマジでおもろい。いや、まあ関西人とか多分知ってると思う。多分吉本とか出てるから。こっちは知らないかな、やっぱり。見てみて。関西の、あれ、関西出身の人たち。そうです、そうです。俺これ好きやけど。ウーマン、ね。あ、村もウーマンですね、ウーマンって。バイドリーダー。ライトリーダー、あいつね、ほんまにあいつとか友達みたいにブラッチ、ブラッチ。いや俺、彼がテレビ出てたら、みちゃんもそのテレビ、俺なんかやらかすんじゃねえかと思って。確かに、なんかやらかしそう。あ、CM の時間来ましたんで、で一回 CM 行きましょうか。行きます、どうぞ。どうやんだっけ。うん、
あいつらに賞金100万裏双方は、あ、これか。賞金 80% バック入店祝い金高額支給 BS グループ簡単だろ。スッチ&ヨシダギター弾いてないよ。わかんないけど今ギター弾いてるかどうか知らんけど多分弾いてないと思う。ジャックおいでよ、うん、最近でもニコ生からジャックたまに来てくれるもんね。そうっすね。だからそれを言ってね、ユースさんの時はユースくんって感じやけど俺の時はダツキーって感じ俺も多分これ誰か見えてないけど多分もう友達になってるんですよ多分。あ、俺のこと友達と思ってる多分だから会った瞬間おーみたいな感じ。まあ嬉しいけどそれめっちゃ近寄りやすいしな俺のこと。そうなの、俺そんな近寄りづらいの。こんな変な服着てるからかな。いやもう桜雄志っていう名前のブランドがあるんでね。もう今日ね靴ね持ってくる後で今日ね。あ、持ってきましょうか。あ、持ってきて分かった。いたここに。そうそう、俺は多分話しやすいと思う。自分で言うのもなんないけど。ああそうか、俺話しづらいんか。でも俺昔から思ってたんだよね、俺多分話しづらいんだろうなって。女の子がさ、え、違う、人見知りだからさ、なんかそういうなんかオーラですよ。ゆうさんの姫とかもそうじゃないですか。言うと僕らと喋ることも多いし。そうだよね、多いです多いです。僕らと話すことも多いから。え、でも俺らからしたらそれ嬉しいけど。ありがたい、ありがたい、逆にめっちゃ嬉しい。俺ちょっと変身してくるわ。よし、何変身すんの。変身すんのかな。タイツ、タイツ、タイツ来るか。何変身すんのやろ。来るか来るか。おぉ、変身した。でかっ、でかっ、筋肉とかさらにつけたじゃん。でかいわ、桜吉、でかっ。伸ばしたね、身長を。でかっ、ちょっと太ったよね。でかいわ。ゆうさん、どんだけ食べてきた。似合う、しかも似合う。めっちゃ似合う。ダメよ、ダメダメ。普通に、普通にやって。リュウさん、リュウさんって普通に言うけど似合うから普通に。確かに。ここやだ、このなんかお子様席やだ。やだ、じゃあリュウさんここにね、嘘ってどうする。ねえ、見えてないわ見えてないわ。ちょっとはみ出る。全然見えてないわ。俺一気に安っぽくなったらひどくない。なんか俺めっちゃ嫌われてるやつみたいやんけ。なんか一人でこっちめっちゃ嫌われてるやつやん俺何これ。俺と食べてないから悪いんだよ。そうだね、これで早いです。そう、俺ね、寒っ。寒くないですか。寒い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 。サムソンリー、サムソンリー。お子様席やっと拾ってくれる人いた。確かに、今拾ってくれた。漁師、久々。漁師、久々。俺、この今日ね、言うことあってきたんだよね。そう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 。俺ね、このにわかラリー、ジャック仕上がれファンみたいなさ、僕はさ、大悟を最近見るたびさ、俺って言うんだよね。皆さん、見慣れてない皆様が。おでもちゃんと猪木って来てますよ。そうだよ、俺が本物の猪木で。今日タオルつけてねえけど。サイズ何。サイズ何。 L だよ。だからみんな俺と同じくらいの大きさの人は L 頼んでくれれば入るから。今日ちょっと思ったのが、今日ね、終わってからこう来るまでに、リュウジ今日出ないよって言ったら、いや、俺はって言ってたけど、なんだかんだ来るじゃん。もう好きやな、ほんとだな。なんだかんだ好きやなと思って今。いやもうその時から振り始まってますから、リュウジ。リュウさんも人気っすからね、言ったら。そう、めっちゃ人気、めっちゃ人気。俺出ないと俺のコメントあるんだって。俺出ると別に絡んでくんないんだって。呼んだり呼んだり絡まないみたいな。でも今日まだリュウジのコメントなかった。ありますあります、結構来てます。本当にそうなの。今日猪木とか猪木とか猪木なの。リュウジそう、そんな顎出てる。誰が有吉や。ちょっと顎出てる。そのネタとかじゃない、やったとかじゃなくてですか。え、猪木のネタやらそうとしてんの。それは違う違う、もう怖いな。なんで猪木になったのかなと思って。いや、赤いソール巻いてたの。あー、この前出た時。この前出た時。あー、それですか。 L 入るなって。お前メーカーによっては L できんだよ本当に。お前そのメーカー側に行ってくれよ。お前俺じゃねえよ。お前17日俺いない。お17日いないわ、俺休みや。
なんか17日休みや俺。ピンポイントはね。なんで17日休みなんだ。ごめん、17日休みやもん俺。俺17日どれも休みじゃないか。俺明日休みだったの。明日休みだよ。知らんかったわそれ。明日ゆうさん休み。知らんかった。夏希はいるんでしょ明日は。僕います。ゆうさん休み明日。俺いますね。絶対年金やろ。年金年金休みの日あんのって感じ。まずまず休みとかじゃ別に毎日休みやもんな一応。そうだね、遊びに行ってるっていう。ゆうし関西弁になっている、ね、じゃあ明日行かないと俺がおるから来へんの。やめてくれいじめんといて。いやもう隣隣ゆうし休むと痛い。それニコラマの話でしょ。KPKP はい KPKP だこれ。やっぱニコラマの空間すげえ好きだわ。先週休んじゃったからかな。楽しいけどなんか。いや先週困ったからね。たぶん5時間はできると思うニコラマ。え、てかどうしてもいいんなら俺タイトルらしいんすよ、タイトル。え、でね、何してでもいいんやったら俺1日折れる。たぶんここで歯磨いてとかご飯食べていいとかなら1日折れる。で、なんかいろんな人がこう時間によってさ、寝た人がいたら起きた人がいて、おはようみたいなのが来て、あーおはようみたいなのやりたい。ここがだんだんクマでいるよ。もう寝ようかっつって寝るとこも映してる。1人24時間テレビになってるからね。じゃあネタ走ってて。24時間テレビみたいな走ってて間に合いますから、ね、あー、ここにモニター直してね。間に合いますかね、俺それ面白い。やってみよう、やってみよう。タツキの1日見たいんだけど。コースどこやん。24タツキは、タツキは死ぬわ確かに。そうやな、俺どんだけボケ続けれんのかな。一回やってみたいんやけど、自分の中で。でもさ、どんだけボケれるんだ。タツキがさ、こうめっちゃずっとボケ続けるじゃん。はい。ツッコミ役も絶対必要じゃん。あー、そうっすね。いや、それも大変ですね。だからなんかいろんなとこ行って俺一生ボケ続けたい。なんかテレビの企画みたいなしたい俺。タツキは一日中どんな何個ボケれるかっていう。あるじゃないですか、竹山とか。竹山とかやってるじゃないですか。一日何個ボケれるかって。俺あんなやってみたいな。だからそういう企画系楽しそうだよね、めっちゃ楽しい。一人真面目にこんにちは。24時間はこっちがきつい。それきついわ。確かに、だから知らねえ。だから寝てもいいってさ、だから言ったじゃん。なんか別にずっと見なくていいよ、24時間を。ゴロゴロね。寝て起きてまだやってるっていうのを楽しむっていう。タツキツイッターまだやってんの？あんまやってないですよ。最近ただやってないっつったじゃん、この間。Facebook やってる、Facebook。俺、いいねしといたもん。Facebook に変えた。あ、Facebook 俺も友達になったもんな。はい。この間。あ、やってんの？あ、やってるか、ごめん。ツイキャスって何なんですか？なんか動画みたいなの、Twitter の。ツイキャスやろっから、俺も。それなんか、ジャックでやります。やってる友達になんか、0.5 時間で30分でしょ。普通だわ。今さ、大阪でなんか買い物しましたか？俺だから、あのシンプソンズのやつと、あともう一個あれの色違いのやつ、色違いな、柄違いのやつと、あと靴、青いなんか、あの CC レモンのやつって、なんで大阪行ったらみんな買うんすかね。絶対買いますよ。絶対買ってなかった。アメブロ行ったら絶対あれ買うんすよ。え、なんであれ、ね、そんな多いのあれ。いや、アメブロめっちゃ多いっす、あれ。あ、3000円ぐらいだったわ、あれ。そうですね、あれ3000円でも高い方っすよ。僕のノアさんから2000円とかでした。そう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 、俺もったくられたんかいや、いいやつだったね、ちょっとだけ。そうですね。いや、アメ村におる男ってめっちゃいいやつなんですよ。しかもうまいことをまとめてくるんですよ、喋りがうまいから。俺らあの T シャツ1枚買うためだけに1時間ぐらいその店員が面白すぎてみんなハマって動かないんですよ。いや、でも大阪の街すげえ好きだなと思った、俺も行って。なんか楽しい。いや、大阪楽しかったですね。普通に楽しい。ノアさん、僕ら何泊行きました？黄色い人か。2か3じゃない？ 2か3行きましたよね。うん、シンプソンズのこと黄色い人って俺のブログのコメントにもあって、黄色い人かわいいってあの人ではないもんな、もうあれ、うん、確かにかわいいけどな。これ今さらリュウさんの T シャツ、これジャックのですよ、ジャックの。てか、なんで最近なんかナイキン早まってんの、ジャック T シャツ。ちょっと嬉しいんだけど、俺それ着てきてくれる。いや、違う、もうめんどくさいんじゃない、服が何着てもなんか別に大してなんかあれでもないじゃん。確かにそれ着とったらいいみたいな。え、なんならこの T シャツ普通に着れる着れるよね、全然着れる。確かに可愛いもん、普通に。これ頑張って、俺ほんとなんか何日かかかってこれ出ない。いや、まあ頑張ったの業者だけどね。まだか業者何往復したのみたいな。俺のざっとしたその絵を頑張ってこういう風にするっていう。あの絵心を視聴者に見てほしいよね。ストップウォッチもらっていいですか。ストップウォッチとか、だって何分かとか。ゆうさんのこう席にこう俺こう遊びに行かせてもらってて、ゆうさんなんかすげえいなくなったなって、どこ行ってんだろうと思ったら、裏でずっと絵描いてるんです。言うな言うな。チャック印刷のこれどうかなって、めっちゃしかもうまいっていう。絵上手くないんだけど、なんかね、変な絵描くよ、これね。すごかったね、5ミリちょっと、この縁を5ミリ大きくしてくださいとか言って、紙もら持ってくるじゃん、業者が。こだわりが。そう、いや、もうちょっとです。もうちょっとですって言うんだけど、どっちが新しいのか分かんないんだよ。ああ、違いが本人が違いが分かんないの、もう。ええー。
じゃねえ。いやいや、聞いてます聞いてます聞いてます。いや、リアクションでかくすぎんかったら分かんないかなと思って。そんな確かに絵心ないよねって言われちゃって。絵心選手権しますボード使って久々に。絵心選手権、絵心選手権すんないけどボードないよあった。あのボードもレンレン大好きやもんな。大好きやね、好きだった、ね、あのボードめっちゃ嫌い、めんどくさいもん。確かにこっちも持ってるから右手にこれ、左手にボード。もっとジャック T シャツ出してきてますよ。ジャックの新しいなんかねデザインを、あ、なんか面白くあのジャックの前にあの誰か売店みたいな立たしてなんか売ろうよジャックのあの作ったやつ売ろうよ、ね、キュービーが誰か立たして。あ、ジャックシリーズ いいね、作ろうか通販して寄っておいで寄っておいでで、キュービーがあのポン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 してメガホン持ってポンポンしてあいつが売るのかウケるわ、それやりたいわ。ちょっと言ったらスケートやるドナイヤの隣でって書いてある。場所ピンポイントだよ、ドナイヤの隣。セブンかシャビオシどっちから箱借りるネットで売れば売れそういや、ね、面白そう。ネットで売ろうか。ユウチさんのだって顔だけ無理化されてるやつが絶対売れます。俺の T シャツじゃねえんだ。売れねえだ。売れるでしょ、だってこんなユウチさんファンがおるんですよ。そうだ、プリントされるだけで売れます。いやもう絶対買ってくれる。なんか俺さ、よくさ、直樹さんとかもあったけど、なんかさ、なんだ、自分のキャラクターじゃないけどさ、あるじゃん、なんか、あー人キャラクターにするとこんな顔になりますみたいなやつやってほしい。どんな風になるんだろうって気になんない。あー確かに。似顔絵とか描いてもらっても、自分でなんかこれ似てるなとかいいなと思ったことは一度もないから、そういうの欲しいんだよ。え、なんかネットでないの、そういうアプリ的なやつはありますよね。あんの、そんなあります。写真を入れたら自分の顔がバン出てくるみたいな、なんかすごい漫画っぽくするみたいな、似顔絵的な。大丈夫、漫画でこの髪型出てくる。出てくるじゃないですか、スラムダンクの宮城。この髪型は違うだろ、絶対宮城とは。俺ちょっと今日気に入ってんの、このなんかシルエット。ダメ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 、コウちゃん。ダメよ、ダメよ。すごいよね、髪型の話からコボちゃん打つまで超早かったよね、多分。食い気味でコボちゃんって言う。確かにコボちゃん系やね。コボちゃん系。これでも伸びたんだけどな。髪。まあ、やんちゃにしたら黒柳徹子。もう丸まってるから。やんちゃすぎ、やんちゃすぎ。めっちゃいかついのできそう。天使はもうすでにキャラクターみたいだよね。キャラクターだね。でも宮城っぽいってみんな思ってんだね。宮城でね、スラダン世代は思うよね、宮城ってね。フォワード、フォワード。スラダンのこの宮城って人が分かんない。分かんない、はい、なんかここに知らないですか、両親、両親。あの赤、主人公しか分かんないです。あと、あとめっちゃうまいや、なんかルカはね。あ、そう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 、しか分かんないですね。まあそうっすね。勇士の目が線になっちゃうっていうのが確かになりそうだな、俺。あ、多分なるんじゃないですか、似顔絵にしたら。あの、歯並び綺麗にバンバンバンって書いて、目を細く描いて、鼻をピュッと高くして、髪型これにしたら、すぐ俺絵描けると思う、ゆうさんの。あ、俺の簡単に描けると思う。俺でも自分で特徴ないと思ってるからさ、目が細い風にしたらいいんかな。そうじゃないですか、もう笑ってるからやったらもう目、防線。イカそうめん、イカそうめん。よく言われてた、昔から笑うと目ないねって。そ悪くじゃ、でもそれがめっちゃ可愛いっていう女の子多いですよね。なんでここで宣伝されてんの。今ならなんと入店祝い金3万円用意されてるよ。誰やこれ、上に書いてあるよ。誰、これコメント打ち込んで。あ、これか、これか、これ書いてる。あ、これか、それを打ち込んでる姿がウケる。誰が引き抜きしてるから、ほんとこの度店に残ってるやつがコメントしましたね。このタイミングでめっちゃ宣伝してんな。ホストみんなロン毛やないかいって、もううちやばくない。みんな短髪出てるやつ全髪の毛短いし、代表も短いしね。短いのしかおれん、ここにおる。短い、いや短い短いの、僕はだって長いホースボタンって、これで。確かに確かに、短い時代くんじゃねえの。なんなら言って、今なんかすげえ筋盛りみたいなのあんま見ないですよね、もう。俺髪の毛伸ばしてめっちゃ筋盛りにしよう。ザ・ホストみたいな白スーツ着とこ、毎日。髪の毛筋盛りで白スーツ着よう。靴めっちゃとんがってないだろ。とんが、絶対とんがって着きます。毎日たわしよ、たわ、毎日。ザ・ホストになる俺。トランクスみたいな髪型どんなん、あの、ね、シルバーで真ん中分けないやつ。あれはできんわ、ちょっと。背中に剣しょっててよ、ちゃんと。でもトランクス好き、かっこいい。あんな似合う、あんな似合う、どうもち、こういちぐらい。どうもち、どうもち。どうもこういちはあれ似合うよね。トランクスヘア。そうだね、昔のどうもとこういちあんなだったね。確かに。ごめんね、どうもちって言って。たつきもっと前に来てってよ。たつきが、ま、カメラわかんねえもんな。いや、右のカメラにしてもらったらいいんじゃないの。いや、もうそれいいっす。右のカメラに。僕あんまり近くされるの、あんまり近くないっす。わかるわかるわかる。右のカメラだけが来てる。いやいやいや、いいっす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 、ケビケビ、すげえ腹痛え、もう
近くずしても何も今出てけへんねんからやめてよもう。正面ねえね、正面がちょうどええねん、正面が正面ねえ、ほんま正面でええねん。今日もライン引いてるよ。今日俺カラコンしてないからやめてやめてやめてダメよ、ダメダメ。いいんじゃないの、ダメよ、ダメダメ。いいの。わかんないけど、それ好き。いや、面白いですよ。好きな女の子の髪型。ならいいんじゃないのねえ、飲んで。ダメよ、ダメダメ。タイミングで CM でっていうテロップ出てるから。ほんとだ。俺ロングが好き。右のカメラでタスキ巻いてるといいね。なおさら、なおいいやつ。あーあー、よかった。じゃあ、残り15分となりましたんで、ラストソング誰にするか決めないでください。めっちゃうまいこと止まってる、俺。モザイクかかってる。ばあちゃんの口癖、熊の御堂に蜂蜜龍馬、ゆうすけなる木に青い水木、夏木に香るにもろ刃の剣。熊ちゃんの言う通り、あーナオピーにゃかなわない。ワンドリンクフォートモロー。いっぱい飲んだ次の日って冴えないよね。せっかくの可愛い顔が台無しだよ。余分を内側から取らなきゃ。飲んでも綺麗を守る。飲むならセキュリティフィールベター。パール楽しい、ルービックキューブ楽しい、薄いじり楽しい。次は終了。マジ終わった。カメラ必要。そっちから来る。そっち来る。うわ、両親がいなくなっちゃった。コメント減った今日は。嘘。いやいや、両親の顔は線だけで描けるやかましいわ。あ、でもそうやね。トン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 、いけるいける、確かにいける。そっか、簡単な顔してる。俺多分描けるわ俺。ラストソング何がいいですか。じゃあランキング調べて、携帯でランキング調べて、その1位歌えばいいんじゃないですか。何それ2000年代。俺多分その歌多分知らんと思う。2000年代とかさ、何年代決めてやったら分かるけど、何年代の1位知らんと思う俺。ヒルフライト、アシッドブラックテリー。よし、いろんなの好きな人いるもんね、やっぱね。ねえ、そうですね。アニソンは絶対やめよう。なんかそんな気分じゃない今。なあ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 、 DJ オズマ絶対嫌やわ。ラストンで DJ オズマは雪とアナのジョーレッド言っとこうでしょっけ。絶対嫌や。絶対俺前カラオケで歌ったことある。何のめっちゃ高い、死ぬ。まず高いって問題じゃない。でしょうね、待って。でしょうね。これだよ。何何歌います。いいよ別に。平井堅で、平井堅もうメドレー歌う。絶対知らん。絶対知らん。悩むよな、これ歌うか。お前あれ知らんの、あの K の、はい、なんだっけ K やったら俺あれしか知らん。悲しみの、あ、そう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 、あ、それわかります。ヒューマン、ヒューマンみたいなやつ。あ、それの最近なんか、あ、めっちゃうまいっすよあれ。あ、聞いた。リュウジが誰なんか最近のなんか5人組かなんかの4人組か、4人、4人っす。優勝した、優勝者を集めた4人組なんかで優勝したやつらのその曲がうますぎて、なんかそれ一時期目覚ましテレビの出ました。出てました、出てました。あ、知らないです。めっちゃうまい。嘘つきました。今流れ的に知ってるふうしました。オンリーヒューマン、オンリーヒューマン、そうそうそう。あれめっちゃうまいっすよね。あれはやばい、あれやばい、あれはやばい、あれはやばい。ベイレディですか。もうオニヒューマンでいいっすか。あの H2 のやつも好きっすね俺。最悪なんかいい、いい曲あったら。そう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 、それ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 。俺多分これ歌ったことないけど、歌えるかな。みんなに聞きたい、みんなに聞きたいみたいな。ごめんね本当に。確かに。入れますよ。入れまーす。そんな言い方せんでもいいやん。え、歌ったことありますよこれ。歌ったことある。俺歌ったことないねんだ。どんな感じか。でも多分知ってると思う。ね、そうやって言い訳してた。
え、高いですか、これ高い歌ですか、高い系ですか、これ。君の向かう岸に微笑みがあるというよ。これなんかあのあれないの、あれこの、まあ、色つけすやり直しの、いや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 、これでいいんだけど、いけます、色がこう出ないと、いや欲しいっすよね。悲しみの高いんか、これ。そう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 、悲しみのだ、高いんかこれ。君の向かう岸に微笑みがあるというよ、たどり着くその先には何が僕らを待ってる。あのこれ追ってくれないから、ね、しかも出てくるの遅いの、次の歌詞間違えましたね、完全に。前誰かがエグザイル歌って言ってましたよ、次のニコ生で。あ、じゃあ終わったらエグザイル歌ってください。なんか次パンで入れるやつ入れといてよ、もう勇士とたつきでエグザイル歌ってよ。これ難しいな、でも高いっすもんね、まずめっちゃうまいんだ、あれなんだっけ、あのグループ名、 EXILE の道だって
じゃあ、道に歌いましょうか、最後に。なんか、マイク持ち上げてもらっていいですか。あ、じゃあ、道入れますね。ちゃんと追ってくれるやつで。ビブラートとかうまくかけられないんですけど、私。どうやってかけるんですか、ビブラート。教えてください、誰か。ヘブンリーホワイトもいいよね。歌えないけど。ごめん、フォーリン覚えてきます。あ、もう時間ないから早く入れますよ、入れますよ。はい、はい、オッケー。道、フォーリン、フォーリンってわかる。フォーリンってめっちゃいい曲なんだけどね、結構昔のバービーしか出てこないです。はは、間違いない、僕もそれしか言わない。今、それね、めっちゃボーっとしてました。それしか出てけへんかった。どっち、青、こっちも行く。青だってよ。この番組はご覧の